科学者が人の知性を測る際に IQ や EQ を重視することは多いですが、実はそれと同時にその人の外見や行動などといった要素から、知性を包括的に判断するといった研究も盛んに行われています。そして、そういった研究からとても興味深い結論が導き出されることが分かってきています。そこで今回の動画では、科学者が考える Q の、知能が高い人、の特徴をご紹介していきます。天才度診断、科学者が考える、頭が良い人、の Q の特徴。1、大勢で騒ぐより一人を好む。知能の高い人は、一人の時間を楽しむ方法をよく知っています。ノーマン・リー教授らが行った研究によると、一人の時間を楽しむことができる人は、社会的な行動をすることによる喜びよりも、疲労感の方が強い傾向があることが分かりました。また、独り言が多いのも知能が高い人に多い傾向があります。2、長男、もしくは長女である。エジンバラ大学が行った研究によると、長男もしくは長女である人の方がそうでない人に比べ、統計的に3ポイントほど IQ が高いことが分かりました。このことは遺伝子などの生物学的な要素ではなく、両親との関係といった心理的で後天的な要素によると考えられています。3、音楽を習っていた経験がある。シェレンベルグ教授が行った研究によると、ピアノや歌などの音楽関係のレッスンを9ヶ月以上受けていた子供は、演劇のレッスンや何のレッスンも受けなかった子供に比べ、IQ が高いことが分かりました。4、太っていない。2006年にコーノット教授らが行った研究によると、体型と認知能力には相関関係があることが分かっています。5年間にわたり2200人の対象者を調べることにより、ウエストの太さが IQ レベルと直結していることが判明したのです。BMI 数値の高い人たちほど IQ テストで低い数値を示したといいます。5、運動をあまり好まない。アメリカの科学者たちの実験によると、知性の高い人はあまり運動を好まないことが分かりました。運動よりも精神的な集中力が要求される。例えばチェスや将棋などの頭を使うゲームを好みます。6、音に敏感である。ヘルシンキ大学の科学者たちが行った研究によると、IQ の高い人ほど周囲の雑音に神経質であることが分かりました。きしむ床の音、お菓子を食べる音、他人の大きな呼吸音までもが IQ の高い人の集中力を奪います。7、薬指が人差し指より長い。ケンブリッジ大学のジョン・コーテス教授は自身の研究において、経済的な成功が指の長さで予想できることを発表しています。その研究によると、薬指が人差し指より長い人の収入は多い傾向が強いと示されています。8、悲観的である。心理学者オーガンタルラの研究によると、賢い人は悲観的な傾向が強く、常に起こりうる悪いシチュエーションを想定していることが分かっています。言い換えれば一度犯した過去の失敗を繰り返さないよう、未来に対して細心の注意を払っているとも言えます。9、暴言を吐く。頭の良い人なのにそんな、と思うかもしれませんが、知性と汚い言葉の使用には相関関係があることが分かっています。少し前までの考えでは、受けてきた教育水準の低い人たちが汚い言葉を使うとされていました。なぜならそれは彼らの語彙力の低さに起因していると考えられていたからです。しかし、マリスト大学の心理学者たちの研究では、全く逆の結果が示されたのです。受けてきた教育水準が上がれば上がるほど、悪い言葉で毒づく人が多いことが判明しています。いかがでしたでしょうか？あなたはいくつ当てはまりましたか？しかし一つも当てはまらなくても安心してください。何事にも例外は存在しますので、少しでもお楽しみいただけたら幸いです。ご視聴、ありがとうございました。